まあ大体キャラクターのデザイン的には、うん、藤崎先生の絵を、いやもう本当忠実ですよね。藤崎先生ファンの方見ても、うん、なんかこうなんだよ、なんだよこれっていうのは絶対ないですもん ね、うん、素晴らしい。初めて見る人はこの髪型はなんだろうっていう人たちが次々と出てくる、ね、みんな髪型で多分まずはキャラを覚えていくじゃない。そうこれどうやってセットするんだろうみたいな。セットしてるんですかねあれ。セットしてんだよ毎日。セットしてるんですかね。毎日やってんだよみんな。いやすごいな、見習いたいな。あのセット力。大変だよ。っていうまあ、はい、そういう感じでございますが、魅力的なキャラクターがいっぱい出てきますね。はい、でまあ我々も、もう収録がですね、そろそろもう半分を超えたぐらいの、はい。そうですよ。もういい感じでこう折り返し、素晴らしい展開してきましたね。そうです、まだだって放送1話、はい、2話そうそうしかまだまだそんな感じでございます。いやもう僕たちはもうね、皆さんが知らない情報たっぷり持ってるのでたっぷり持ってる自慢してどうするいや漏らしちゃわないようにそういう意味か、うん、気を使ってね、あ漏らしちゃ気を使っていかないとと思って、はい、いらんこと言わないようにって、まあ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 なんかすいません余計なこと言いまして、謝られても後で怒られてもまあウェブだからほらどうせカットない変なこと言ってそんな大雑把なそんな大雑把な感じでいくんですね。いやまあ頑張りましょう、はい、それで、1話、まあ、1話から、収録が進みましたことございますが、そうですよ、そのアフレコの雰囲気はどうかと、そういう質問が来ております。お来た、質問、どんなもんでございましたか。いやでもまずはあの緊張してましたよ僕やっぱり。緊張しましたよ。普段あのあれです、ちょっとテンション高めのキャラが多いので。え、そうなの。そうなんですよ。あーとかうーとかいうのが、あ、そうなの、うん、多いんですけど、ヘタレとか変態とか多いんですけど、今回すごいな多いんですけどね。そういう人、な事務所でもそう言われるんですけど、あ、変態の役来ましたよとか、ね、あ、マジっすか、ありがとうございますみたいな感じで。いや今回ちょっと男前ということで、男前っていうか、なんか静かで知的で、そうなんですね、素敵なこうクールな印象を、ね、いかに出していこうかと、胸にこう、何秘めてる何かがある。秘めすぎですよ室井さん、秘めすぎですよ。まあね、表に出さない、そうそうそう、出さないけどこう皆さんにはちょっとずつこう感じていただきたいっていうね、はい、まあ、ありますからね。大川さんはどうだったんですか、一応の時。一応の時、緊張しましたよ。嘘だなんでだよ。嘘だ、あの余裕余裕でこう原作をペラリペラリと。いやだって一生懸命読まなきゃと思って一生懸命読んでたじゃんだってさあれだよ、あの原作のハードカバーの、あの分厚い上巻の半分ぐらいのところで、があのアニメの1話なんだよそうなんです、そこまでが文庫本でいくと第1巻丸々なんだよ丸々1話、すごい凝縮ですよね。ね、その分のところでちょうどアニメの1話が終わるから多いんですよ。追いつかない。始まんねえな。小説でガンガン読む。でも面白かったでしょ？その最初のくだりはやっぱり。いや面白かったですよ。まあ、うん、それはあ、そう。沖津君はなんか小説は随分前に。随、は、分、い、前に読んでて。読んでらした。もう完全に僕はあの頭のその一巻の部分、文庫版で読んでます。一、うん、巻の部分で、はい、完全にもうそういう話だと思い込んでます。あーなるほど。もうなんて言ったり、まあ言えないんですけど、うんうんうん、言っちゃダメなんですけど。うんうんうん、そう、まあ、病気が流行って、ね、そう、病気が流行って、うん、もう医療ドラマね、そう、疫病じゃないかって、あのそうお医者さんの年を思うわけですよね。年を先生が大活躍するんですけど、ね、うん、だからちょっと精神、これはちょっと疫病かもしれないから、ちょっとね、みんなでちょっと頑張ってこれを治していこうよ。そうなんです、ね、一生懸命頑張って治そうとするので、ね、そうなんです、それがこう読み進めるうちにね、こう、ね、あら、こんなあらってなっちゃうんですよ、本当になっちゃう。まあ、だから余計なこと言えないから、ほら、そうなんですよ。ここまでしか言えないんだよ。言えないんですよ。言えないんだよ。そうそうそう。まあ皆さんはもうアニメを楽しんでいただいてね、はい、まあ原作も両方楽しんでいただけたらと思うんですけれども、はい、まあ知りたい人は原作読んでください。投げっぱなしかい。